本気で言ってるの？本気どころか正義だ。ここで私が倒れたら誰がこの世の悪を取り締まるというのだ。さあ、自分の中にある正義の心に従うのだ。そして正義を守るために私を救え。とっとと正義を執行しろ。ふざけんな。誰がおめえなんかのために死んだ。ここでペコちゃんを見逃したら伊吹たちが皆殺しにされちゃうじゃないですか。偉大なる正義のためであれば多少の犠牲はやむを得まい。多少って、そんな。安心しろ。お前たちが命を賭して守った正義は決して無駄にはしないぞ。もう付き合ってらんないよ。早く投票して処刑しちゃおうってば。あの、ですけど、その前に。このクマよ、投票じゃ。さっさと投票させんかい。むく、むくむくむく。よかった。話は聞かせてもらった。いや、聞いてなかったけど別にいいや。では、お前らはお手元のスイッチを押して投票してください。投票の結果、黒となるの。ごめんなさい、もう少しだけよろしいでしょうか。あの、すみません、もう少しだけ話し合いを続けさせてください。話し合いを続けるって、でも投票は終わっちゃいましたよ。ですけど、どうしても気になって。だってこんなの絶対におかしいんですって。おかしいとはどういう意味じゃ。犯人はペコ山で間違いないはずだぞ。それはそうなんですけど、ただですね、ペコ山さんは本当にキラキラちゃんなのか。殺人鬼マニアのソニアさんはそれを気にしてるんだね。おい、ソニアさんは殺人鬼マニアなんかじゃねえぞ。人より少しだけ熱狂的な情熱を注いでいるだけだ。世間ではそれをマニアと呼ぶんす。実を言うと僕も疑問に思ってたんだよね。だってさ、ソニアさんの知るキラキラちゃんとペコ山さんとでは決定的な相違点があるのに。決定的な相違点。あの、ソニアさんはキラキラちゃんについて以前こんな風に言ってたんだよ。正義、単調。正義でつら。ソニアの言葉からすると、あの、はい、私が読んでいたあの雑誌はスペイン語の雑誌だったのです。ですから、そこに載っていたキラキラちゃんのセリフも間違いなくスペイン語で、つまりキラキラちゃんと遭遇したジャーナリストも、そしてキラキラちゃん自体も日本人じゃねえってことか。ペコ山、お前はキラキラちゃんなんかじゃない。そのはずがないんだ。それでも自分がキラキラちゃんって言い張るなら、今の決めゼリフを今度はスペイン語で言ってもらえるかな。お前にそれができるのか。どうやら
この仮面の剥がれる時が来たようだな。だが、それでいい。私にとってはもう必要のないもの。そして、今頃気づいたところで、お前たちは手遅れだ。私の役割は、とっくに終了している。私の道具としての役割は、もうすべて完了しているのだからな。あれ？なんかまた元に戻っちゃいましたけど。あの仮面はもう用済みだ。今の私と同じようにな。なんだよそれ。用済みとか出遅れとかどういう意味だ？すでに投票を終えた今となってはという意味だ。切れせんか！こっちはお前さんの目的を聞いておるんじゃぞ。目的などあるわけがない。私はただの道具に過ぎないのだからな。道具ってどういう意味なんですか？横山さんが道具ってことはさ、つまりその道具を使った人が他にいるってことだよね。当然だろ。道具は道具だけでは何もできないのだからな。なるほどね。よく分かったよ。まあなんとなくそんな気はしてたんだけどね。どういうことなんだ？つまり殺人現場になったビーチハウスには猫山さんと西園寺さん以外にも別の誰かもいたんだ。別の誰か？ほら、それを裏付ける根拠だってあったはずだよ。よく見出してみてよ。そうだよ。だってさっきモノクマが言ってたでしょ。あのアナウンスは3人以上の人間が死体を発見すると流されるもの。そして今回のケースでは犯人であるペコヤマさんは含まれていない。だとすると死体を発見したのは西園寺さんと相田君だけってことになるけど。それだと一人足りないんだね。となれば必然的にあの場にはもう一人いたということになる。しかもモノクマがフレキシブルに対応してまでその事実を隠そうとしたってことは、それは裁判の行方を握る重要な手がかりのはずだよ。例えば今日話したとか。いや、そうじゃない。あれ、ちょっと、ああ、根本的な考え方からして間違っているな。言ったはずだぞ。私は道具だと。つまり、私は、そのお方に使われるだけの、ただの道具でしかないの。その誰だって、今回の事件に、